こんにちは。今回はこんな話題を持ってきました。8年の鹿島サブメンの新潟に負けてしまう。3月26日に行われたルヴァンカップグループステージ第2節、アルビレックス新潟対鹿島アントラーズの一戦。この試合に先立って鹿島の両浅監督は次のようにコメント。全ての試合と等しく新潟戦も重要だと思っています。中でもどの大会でも2戦目というのは大体重要になってるし、アーティストの CD でも2曲目が大事だったりしますよね。新潟戦は重要な試合になります。 CD ではリーグ戦に焦点を当て、カップ戦はサブメンバーで挑むことが多いのですが、岩政監督はレギュラーメンバーで勝ちに行くことを示唆。試合のスターティングメンバーはほぼ主力で固められました。一方の新潟はサブメンバーが中心。しかし試合は鹿島の猛攻を守りきり、後半に取った1点を守りきったアルビレックス新潟が勝利。この結果を受けてネットでは岩政監督のコメントをいじり、岩政の2曲目は打作だったのか、岩政さんは一発屋シンガーだったのか、岩政一生一緒にいてくれなどとダサポは大いに盛り上がりました。一方で鹿島サポの中では岩政監督解任論が再噴出。試合後にはヒートアップするサポーターと庄司選手が言い争うシーンもあったそうです。なかなか練習はできない鹿島アントラーズは次節 J リーグでサンフレッチェ広島と対戦。強豪サンフレッチェ相手に勝利できるのか、試合が注目されます。